皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、スーパーなどで比較的安く買えてボリュームのあるエリンギを使った美味しい一品。もうエリンギをね、厚めにコロコロっと切って下味をつけたら、ほんと少ない油で揚げ焼きにして作るエリンギの唐揚げ。これがね、表面をサクッと香ばしく噛み締めると中から美味しさがじゅわーっと広がってめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ一回作ってみてください。ほんとね、ご飯ももりもり進んでお子様なんかも喜ぶ味付けです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。エリンギ1パック、ちょっとね、中ぐらいの太さのものが4本入ってるやつ使います。焼肉のタレ大さじ2杯、お酒大さじ2杯、おろしにんにく小さじ1杯、片栗粉大さじ3杯。材料は以上です。はい、こちらエリンギですね。表面の汚れなどが切りられば、キッチンペーパーなどできれいに拭いてください。そうしましたら切り分けていきます。今回ね、食べた時にじゅわっと美味しさが広がる方がいいので、気持ち厚め、まあ2センチぐらいかな。こんな感じで輪切りにしてください。まあこの辺は大体で OK かな。ちょっとね、厚めの輪切り。マジでね、噛み締めると美味しさがじゅわーっと広がってくるんで、こういうコロコロっとね、大きめの状態に切るのおすすめです。はい、そしたらちょっと味がね、絡みやすいように、もう片面だけで OK なんで、はい、こんな感じでね、適当に格子状に切り込み入れといてください。はい、こんな感じです。これはもう大体で OK。 はい、ポンポンポーンと、このね、傘の方はこの裏側の軸の部分に入れといたらいいと思います。まあこれはちょっとで大丈夫。はい、こんな感じね。はい、こちらエリンギの方を切り分けたら、ちょっと丈夫なビニール袋に入れてください。そしたらそこへ焼肉のタレ、お酒、はい、おろし生姜ね。まあ、パンチを効かせたい方はニンニクとか入れていただいても構いません。そうしましたらこちらね、しっかり口を閉じて軽くフリフリする。はい、このお酒と焼肉のタレ、生姜をなじませる感じね。はい、優しく。こんな感じで全体的にタレが絡んだら、この袋の空気をできるだけ抜いてください。はい、こんな感じで、しっかり袋の空気を抜いていただいて、口を閉じる。この状態で30分ほど置いて、しっかり味をね、エリンギになじましていきます。はいよー、こちらエリンギ、30分ほどしっかり味をなじませました。そうしましたら、このエリンギからも余分な水分がにじみ出てきてますので、こちらね、袋の口を下にして軽く優しく押し込んで余分な水分を切ってください。はい、こちら今余分なね、水分をしっかり切りました。そしたらここへ片栗粉入れていただいて、再びね、袋の口を持っていただいて優しくフリフリする。ちょっとね、コテッとした感じで片栗粉がまとわりつきますので、優しくフリフリして片栗粉をまぶしてください。はい、オッケー。こんな感じね。ちょっとコテッとした状態で片栗粉がまとわりつきます。もうこれでね、準備完了。あとは少ない油でカリッと香ばしく火を通していくだけです。はい、こちらフライパンですね。もうだいぶ年季入ってきたし、新しいの欲しいですわ。はい、そしたらこちらに今回ごま油でいきます。だいたいね、大さじ3杯ぐらいでオッケー。もう少ない油で全然大丈夫なんでね。はい、こんな感じ。大さじ3杯ぐらい入れてください。そしたら全体的に広げます。はい、よっと。そしてここへ、先ほど片栗粉をまぶしておいたエリンギ。はい、まだ火はつけてません。適当に並べてね、入れてください。このひっつきやすいので少し間隔を空けておいてくださいね。はい、こんな感じでもうポンポコポーンと並べて入れる。はい、オッケー。並べて入れてから火をつけてください。火力は中火。温まってきて、焼けてるような、上がってるようなね、
ジュジュジュっとした音が聞こえてきますので、まずは中火でじっくりと温めて、ジュジュジュって言うまでね、待ってください。はい、こんな感じね。だんだん温まってくるとともに、バチバチジュジュジュって言っときます。そうしたらここからは時々こうね、焼く面というか揚げる面を変えながら、コロコロ転がしながら、全体的にカリッと香ばしくなるように火を通していってください。ある程度火が通ってくると焦げやすくなってきますんでね、火力弱火に落としていただいて構いませんので、コロ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 転がしながら焼いていただくとね、いい感じにできますんで、様子を見ながら、はい、焼く面を変える、こんな感じね、こまめにコロコロ転がしながら全体的にカリッと香ばしくです。はい、こんな感じに2、3分ほど揚げ焼きにすると、もう表面全体がね、カリッと香ばしくなってくるんで、あとはささささっと混ぜながら、さらに1分ぐらいね、加熱してください。そうするといい感じにね、カリッと香ばしく火が入って、もう中はジューシーなエリンギの唐揚げ完成しちゃいます。はい、こんなもんかな。はい、OK。 じゃあ火を止めて盛り付けちゃいましょう。はい、こんな感じでね、揚げ物用のバットなどに乗して、ちょっと油をしっかり切ってください。はい、完成。もう少ない油でね、味付けも焼肉のタレで簡単。もう噛み締めるたびにじゅわーっと旨味が滲み出るエリンギの唐揚げ、ぜひ作ってちょうだい。それでは、キューム、ポーいただきます。あかん。これはやばい。ほんと表面はサクッと香ばしく、中はね結構厚めの輪切りにしたんで、もうコリッコリのプリップリ、そして噛み締めるたびに美味しさがじわーっと口の中に広がって、もうこれは最高、めちゃくちゃうまい。うん、ほんと少ない油で、まあ 2,3 分ね転がしながら表面をカリッと香ばしくしただけなのに、信じられへんぐらい美味しさが溢れ出てくる。やっぱ焼肉のタレ万能ですし、ね、冷蔵庫なんかに余ってたらね、消費にもいいと思います。このエリンギの唐揚げマジ作ってみてください。うますぎ。